何そのポーズ。何が。何よそのポーズ。何なんでそんな決めてんのよ。わあ、最低。最低、マジ。生きんな。生きてねえよ。怖っ。なんか今殴られると思った。勝てない暴力やん。俺は殴られてますけど。わあ、ずるい。言ったもん勝ちじゃん。言ったもん勝ちじゃん。だってあんた今日さ、なんか駅のホームで待ってたらさ、俺の頭、はたいてきたよ。はたこうとしたらそっちじゃん。でもあんた今、何？はいはい。あんたの頭今はたけないからさ、なんかそれをいいことになんか俺の頭はたいてきたよ。ずる。42にもなって頭はたかれる気持ちだとか。そんなのさ。いや、そうやって叱ってくれる人いないじゃない。え、叱られてたのあれ。叱り叱り叱り。何の叱りなの？別に俺何も悪ことしてないし。ちょっと俺のビールも出して。あとドレッシングも。ドレッシング。ね、酒もらったやつ、うん。いいじゃない。素敵。初めて見た。素敵だね。うん。生ビール、朝日なんだ。え、これ卵さ、はい、しっかり火取った方がいい？もう今まだ全然生。何が美味しい時期なの？え、わかんない。味噌煮込みうどんってさ、どういうもんなの？生？生じゃない？生かなぁ。うん。もういい？いいよ。お腹空いたし。いいよいいよ。ちょ、熱い。熱いの一回ちょっと気をつけて。はいはいはい。はい、はい、熱いのいきまーす。気をつけてくださーい。すんごい。うまっ。ウェイ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 。うまっそう。うわぁ、美味しそうじゃなーい。すっごい美味しそうじゃない？ほら、しょうちゃんが作ってくれたの。炊き込みご飯。あと味噌煮込みうどん。いただき物です。あとサラダ。ドレッシングいただき物です。あと 30% オフのチキンカツ。何が？何が 30% オフなの？チキンカツ。今日のね、この晩ご飯の説明をしてたら 30% オフって何？値段の話？そうそう。やめなさいよ。大事じゃん、そういうの。やめなさいよ。乾杯。乾杯。翔ちゃんの悪。うん。ああ、おいしい。おいしい。一口くらいだったらいいんじゃない？もう。せっかくだしね。うん。うま、ね、うわ、美味しい。これからかな。うん。うん、うん、あ、うん。美味しい。あ、上手。何だよ。美味しい。うん。で炊飯器じゃないのにさ、うん、よくできるよね、いつも。できる、できる。難しそうじゃん、炊き込みご飯。いや、もう、いや、ちょっと僕、土鍋とかだったらわかんないけど、うん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 、中身が見えてるんだったらできる。あ、ほんと？ガラスで。うん。あー、美味しそう。うまい。うまっ。うん。すごいね。うん。ああ、マジでうまいね、これね。うん、おかげさまで。42になりました、ね、うん。見えなくない？何を、何が？私。え？ 42 に見えないでしょ。はい。まだ、鼻水出てきた。はいはいはい。まあそうですね。そうですね。まあ、そうよね。それが世間の回答よね。うん、世間一般のね。うんうん、正直します。何もしてないからな。若いって言われたい？もう言われたいかな？ 30 歳ですねって言われたい？あ、30歳ですねって言われたら、ちょっと逆になんか、うん、そうね。うん。ちょっとバカにしてるが入るよね。うん。申し訳ないけど。うん、申し訳ないけどね、うん。本気で言ってたら申し訳ないけど。うんうんうん。見る目ないなって思う。うんうんうん。そうね。マイナス5歳ぐらいかい。あ、そうね。30代半ばくらいで言われたら、めっちゃ嬉しい。ああ。うん。確かにな、うん、あ、30代後半でもいいな。あー、でもそうね、まあ俺今のところ年相応でいいかもしれない今のところ。うん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 、そうだ、翔ちゃんなんだ。うん、変に幼いのもさ。あー、それはね。いや、いいんだよ、全然。生きることに対して別に何も不利でも何でもないけど、うんうん、俺は違うかな。年賀されたらどうする、コンビニで。あー、それはないけどね。うん、うん、見てよ。何が？ここ。何がよ。めっちゃ小さくなってんね。うん、もうもっと褒めて。なんかやっぱ褒められるの嬉しいよね。そうよ。褒められて伸びるタイプの人めっちゃいると思うよ。褒められて嬉しくない人なんていないよね。いないと思うよ。いない。いないよね。
謙遜する人はいるけど。うん。なんか卑屈に捉えられる。はい。捉える人ももしかしているかもしれないけどさ。え、嘘でしょ。嬉しいよね。うん。言及する？どうなんだろう。したことないんだよね。俺もなんか、俺も言及しないタイプなんだよね。なんかあるよね。男受け。男受け。男受けしたいね。うん。まあ女受けもしたいな。あ、俺女受けは絶対。ほんと。うん。いいよ、自分で言うなよってそこ言ってくれないとさ、すっげえ俺がのぼせてる人みたいになっちゃうじゃん。あ、そうなの？うん。いや、いいんじゃないって思って。でも翔ちゃんもさ、女の子受けは絶対いいと思う。わからん。難しいね。何が？好きな人にはモテないってあるじゃん。自分が好きな人にはさ。いや、俺は良かったなと思ってるけどね、今はね。やっぱ、タイプな人と付き合えてるから。あ、うん。いやー、美味しい。あー、うま。うまいけど。うん、うまいけど。なんか、ちょっと待って、食べようかな。量が？うん。足りるでしょうよー。あ、もう卵くるそう。めっちゃうまそう。うん。だってほら、まだご飯たくさんあるよ。サラダうまい。うん。ごま。そのドレッシングがうまい。うまっ。うん。天才だわ、お前。うん。なんか面白い話だ。ないよ。もう、やめてよ、マジで。ねえよ、そんな、いちいちよ。翔ちゃん、ストックがあるから、その、面白い話。ないよ。ないよ。ああ、もう、次が欲しいところだ。ないもん、もう、ダメです。あとでね。うん。いやー、持ち丸のしつけは難しいよ。かわいそうになっちゃうから、甘やかしちゃうじゃん。でもそれじゃいけないっていうのもわかるじゃん。まあでも十分利口だからいいと思うけどね。別に何も問題ないけどね。うん。うん。まあそうなんだけどね。うん。ちゃんと綺麗に育ててると思うけどな。うん。うん。どっかどっか。あの、他の人に害とか言うわけだけど、迷惑がね。迷惑がかからなければ別に。確かに確かに。いいと思う。そうよね。うちらに多少迷惑がかかったもんね。うんうん。そうね。ちゃんと犬ぶるんだから、あの子。うん、本当にキャンキャン行くしね。この間だってさ、散歩行ってさ、うん、あ、かわいい犬ねー、ワンちゃんねーとか言ったらさ、うん、それ聞いた途端近寄ったんだから、あの、よく聞いてるよね、うん、聞いてるよ、すごいよね、うん、普通に通り過ぎようとしてたのにさ、うんうん、その言葉があってさ、シャンシャン行ってさ、うん、演じてんなって思うよ。素晴らしい。タレント犬でもする？もうそれこそ最近、翔ちゃんのインスタさ、うん、シーズーしか出てこないじゃん。うん、そうなんだよ。どんだけシーズー見てんのよって感じ。シーズーと、うん。てて。うん。てて。いや、違うよ。結構一番。うん。俺は？え、何が？そんなん、あんた殿堂入りに決まってんじゃん。なるほどね、うん、俺殿堂入りなのよ。そうよ、そんなん言わずもがな。そうね、うん、比べ物にするなと。おい、あ、うん、あ、食べれなかったでしょ、じゃないけど。オッケーオッケー。うん、そうだよ、シーズーとテテしか出てこない。うん、いや、そういうの言えるようになったんだね、翔ちゃんもね。何が、何が、そういうお世辞みたいな。え、お世辞じゃないよ、本心。あ、何言ってんの。あ、おお、おお、そう、うん、おう、本当だよ、なんか感動してます。言わせんなって思う。俺は今感動してますよ。あ、そういうの言えるようになったの。言わせんだよね。いちいち言葉にしなきゃいけないタイプか、お前は。うん。俺も。わかんないくない？言われないと。わかんない、わかんない、わかんない。なんか心の中で思われててもさ。わかる、わかる、わかる、うん。ちょっと関係ないけど、うん。あの、陰ながら応援しないでって思う。あ、そうそう。陰ながら応援して、ね、してますってやな。いやいや、全力でして。うん、お願い。表だってしてるってね。本当に。影いりません。あの、全力でお願いします。そうね。思いますけど、まあ、うんうんうん、どんな応援でも嬉しいです。うん。まあほら、いろいろありますから。うん、うん。全力で応援してほしい。影はあるなんかね、うん、日本の奥ゆかしさみたいな感じだわ。陰ながら応援してますみたいな。この、スタンス。こう、しとやかというか。うん。謙虚さみたいな。つつましいね。うん。うんうん。わかる。ね。だから悪い言葉ではないよね。うん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 。でも多分海外とかで、うん。
陰ながら応援してますなんて言葉ないと思うよ。なさそう。うん。応援してます。ハッピーみたいな感じじゃん。うんうん。海外は。私は応援するわみたいな。うんうん。うん。応援してるかしてないかみたいな。うん、なるほどね。感じで、うん、イメージあるよね。だから俺は応援する人に関しても全力で応援します。うんうんうん、でもあれもあるけどね。たまに名前とか何も知らないけど、うん、応援してますみたいな。芸能人とかにさ、うん、街で会ったりとかした時にさ、言う人もいるじゃん。はいはいはい、はい。応援してますみたいな。はい、ただ芸能人だから、言ってるだけみたいなさ。ああ。でも、名前知らないみたいな。え、いる？俺結構わかるからな、名前。え、あんたわかんないね。わかんない。ああ、でもあのドラマで、あ、ちょこちょこ見るわ、みたいな人って見かけたりとかした。で、名前が出てこないから声もかけられないのよ。おー。かけない方がいいんだろうけどね。プライベートだから。だから嬉しくない？嬉しいと思うけどね。うん。あ、なんだっけ、あの人、名前なんだっけ、と思うけど。言ってほしいけどね。でも何々見ましたとか言えるのよ。それを覚えてるから、ドラマの。はいはいはい、はい。でも役者さんの名前が出てこないかな。最近多いっていうか、昔から多いけど。名前が出てこないのに、すごいブチ切れられるの、翔ちゃん。いや、あんたさ、うん、覚えないで。うん。覚えないの悪いだろ。いちいち言わせんな。今日も怒られた。いちいち言わせんな。だったら聞くな。そうだろう。含みに行ってさ、モデルさんがさ、うん、看板になってさ、あ、あの子じゃんって翔ちゃん言ってさ、誰だちゃんみたいな、何々なんじゃん。全然もう、名前聞いてもわかんない。ピンとこないしさ。顔見てもわかんないしさ。誰のこと言ってんの？そしたら翔ちゃんがしょっちゅう見せてくる人だった。うん、覚える気ないんでしょ？うん。興味がないのよ。じゃあもう聞かないでよ。もう。いや、逆に見せてこないでよ。見せない。見せない、見せない。イケメン発見しましたとか言って見せてくるんだよ。いや。あれだね。俺に意見を求めてくるからね。求めてないよ。何や？ほら、あの、この人はイケメンなのかイケメンじゃないのかっていう。ああ、それは知りたい。うん。だ俺に聞いてもダメ、絶対参考にならないと思う。なんかわかんないんだもん、あんたの、その、かっこいい人かどうかのあれって。あ、基準がね。うん。よくわかんないんだもん。だ俺多分顔だけとかで見てないんだと思う。なんか雰囲気とか。何がわかんないよ。雰囲気。雰囲気。雰囲気なんか合わなきゃわからんやんけ。まあ、その、インスタの画像から醸し出されてる雰囲気。もう取り勝つじゃん、こんなん。まあそうね。あってもないし。そうね。でももう、俺すんごい一番謎なのがさ、うん、あの芸能人でさ、うん、この人のさ、まあ目が好きとかさ、顔が好きとかっていうのが一番わかる。うんうんうん、一番、それはわかる、うんうんうん。優しくてっていうのが一番わかんない。わかんないじゃん。それは、あ、そこで、あの、その何、何、うんうん、テレビで見てる姿が優しくて、はわかる。その人のね、主観だからね。うん、そうそうそう。でも分かんないじゃん、実際会ってないからさ。確かに。優しくてっていうのあれはやめて。あれは分かんないからさ。うん。そうね。特に役者さんだからさ。うん、そうそうそう。作ってる可能性もあるしね。優しい役もあればさ、うんうんうん。そうよ。役もあるし。うんうんうん。確かに確かに。うん、はいはいはい。グーグー泣かないで。だから結構バラエティーとかに出るとさ。うんうんうん。まあ、ね、なんか、にじみ出るところがある。わかるわかる。俳優さんとかうん。だから、うん、俺は、まあ、顔が好きっていうのが、あれであるけど、うんうん、中身なんてわからないから、もう優しくてその人がなんか言わない。俺は。うんうんうん、うん。芸能人のこの人の顔は好き。うんうん、うん。でも性格はわからない。うんうんうん。っていう前提で言う。そうね。うん。そうだわ。うん。別に、でも、芸能人の好きなところが優しくて、うん、っていう人も俺は好きです。うん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 。素直。うん。素直ではあるし。そうよね。そのテレビから、テレビで見るイメージをね。純粋だと思うし。うんうんうん。ひねくれてないよね。悪くは全然ない。僕にはないところ。うん。実際優しいかもしれないな。優しい。誰が？その俳優さんが。あ、そう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 、優しいかもしれない。うん。うん。かも。かも。だからさ、イメージが先行してさ、うん、実際会った時にさ、ちょっとでもさ、そうなのよ。なんかその時のさ、気分でちょっとイラッとしてて、たまたま、そういう冷たい態度したとかも絶対あるだろうけどさ。そう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 。
それでなんか、あの人マジ性格悪いからみたいな感じでさ、そうなのよ、思われるのもね、やっぱ損だよね。そうなのよ、一気に嫌われるじゃん、うん、好きだからこその、天狗になってんぞあいつみたいな。だからあくまで、そう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 、うん、もしそういう、まあ実際好きな人に会った時に、うんうんうん、あくまで自分で思ってる中の人であって、うんうんうん、それで性格がどうだとしても、うんうん、その人自身だなって思うようにはする。うんうんうん、うん、自分の気持ちでしかない優しさを気づきてるのはって思うから、うんうんうん、そういう風に思ってはいる、うんうん、だからといって別に嫌いにならないというか、うん、好きであるのは変わらないかも。わかんない、嫌いになっちゃうかな。よっぽどじゃない？よっぽどよね。うん。よっぽどなんか本当に嫌なことをされたりとかしたらちょっとうーんって思うかもしれないけど。ただ、うん。理解してあげたいよ。その人も人見知りでとかさ。そうそう。あるかもしれないね。そうそうそう。すごく嫌なことが前ありましたみたいな、うんうんうん。ちょっと理解してあげたいとは思う。すごいの。うん。そういう人間であろ？だから俺も翔ちゃんに嫌なやつだなと思わないようにする。本当？うん、今日はなんか虫の居所が悪いんだろうなと仕事疲れたのかな。よしそうだ、よしよかったよかった。目がついてるな、なんかうんこみたいなやつ目の下うんこ違うでしょ。